レフリー水谷義久。ライト級は 62.5 キロリミットです。里見優月対伊藤健人。さあ両者リング中央、画面左赤のグローブが里見、青のグローブが伊藤です。佐藤さん、どちらもこう長くクラッシュでも努力して苦労を重ねてこの K1 の舞台に立ってという選手ですよね。そうですね。で苦労して、で今上り調子なんでお互い、いい調子でここで相まみえますからね。苦労人2人が最高のコンディションで迎えるこのリングですね、はい、これお互い上り調子なんで、25歳里見、赤のグローブ、サウスポースタイル、右足前の構え、左足前にして構えている青のグローブ、伊藤健人。1ラウンドからもう変わった姿を見せていきたいという話をしていたのは伊藤です。いきなり行きました。3分3ラウンド行くっていう宣言通りのことが出てきますね、はい、9年前から自分がどれだけ変わったかと答え合わせのリング、プレッシャーが強い。どちらかというと伊藤ってテクニシャンのイメージありますけれども、佐藤さん、はい、今日はもうガンガン前に出てきますね。そうですね、あのサウスポー相手にもう距離を取って戦うとやっぱりオーソドックスと戦えないサウスポーがやっぱり上手くないんで、はい、ちょっと詰めた方が戦いやすいですね。オーソドックスの選手は左に合わせていきます。伊藤に伊藤の作戦すごいいいですよ、はい、古畑さん、伊藤前に出ていきます。これどうでしょう。早いですよね、軽いと言いますか、里見はミドルの距離を潰されちゃってるので左に抵抗せざるを得ないんですね。古畑さん、今回は伊藤が絶対に選手300センチ近くの距離がある選手に、まあ、ずっと前に出て、まあ、判定がついている試合ご覧になったと思いますが、そうですね、また違いますね、戦い方。いや全然違いますよね、なんか今日見て印象変わったなっていうのがありますね、どういうところすごいなって思いますか。いや、軽いっていうか、なんかすごいポンポンと前に行くようなイメージがありますね。ステップだと軽いような感じで、でもパンチは強いような、ちょっと怖いですね、攻撃が突然よく出てますよね、はい、ポンポンポンと、はい、サウスポーのカウンターパンチャーではありますが、下がらされています。前回の、クラスでの大沢文也との対戦の時は里見がプレッシャーをかけ続けて判定勝ちをされましたが、今日はまた違った展開になっていますね。このラウンドは、ね、伊藤の前身が功を奏してますね。風のカウンターをちょっと今無理に当たってますね、はい。里見はこの左のストレートを引っ張っていますけど、ずっと狙ってるのは間違いないですよね。一撃ありますからね、ただまっすぐの右ストレートを入れたのもあったと思います。頭を振りながら入っていきます。ローキック、前足に蹴っていきます。さらにジャブ、ここに来て少し距離を取り始めた。自分の距離にも来ていこうという里見。ちょっと遠めの距離だと里見は怖いですよ。それって左ストレートだという。そうですね、通常のパンチよりも少し遠めから大振りできるんですよ。はい、真ん中に入りました。これですね、はい、さあ膝まで上げていった。おー、アッパー見せた。ここまで見せていなかったアッパー。結構ミドルレンジのアッパーですね。おー、なかなか当たらないですよね。おー、反撃、ミドルを返していました。第1ラウンド終了です。佐藤さん、はい、序盤こそ前に出ていったのは伊藤でしたが、最後に里見のカウンターが待ってましたね、はい、やっぱりこう上の方に来ると1つの作戦だけでは相手も対応してきますからね。これ左アッパー、いいアッパーでしたねこれ。ねえ、伊藤だからそこから2ラウンド目にどうもう一回その上をいけるかですね。はい、これって何か必要になってくることってあるんですか。もう本当根性でいくなら根性でいくでもいいと思うんですよ。根性と覚悟を決めて、はい、さっきの前に出るよりももう1センチ早く前に出る、はあ、そしたらまた展開もありますよ。里見のパンチをケアすることを意識するのはもう前に出ていった方がいい、距離を取らせない方がいいです、古畑さん、2ラウンド楽しみですね。いや楽しみですね。またちょっと里見さんはぐん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 この勢いでいっちゃうんじゃないかなと思っちゃいますよね。はい、ミドルレンジのパンチは本当怖いですからね。怖いですね、はい、距離取らせると本当危ない。青のグローブが伊藤、赤のグローブが里見です。
距離を取らせたくない伊藤。今ここは里見の距離ですね、はい、いい距離。あミドルキック、これでも距離を測るミドルにもなっています。ミドル逆に返していった。ここにジャブを合わせていきます。ジャブ、右のジャブ、佐藤さんどうですか。いいですね、うん、さらにワンツーフック、コンビネーションも出します。右のジャブもガードの隙間から練ってますから、はい、さっきのちょっと縦気味に打ってるんじゃないかな。グローブを縦にしてガードの真ん中をこう割るように。今も斜め剣ですよね、はい、正剣じゃないです斜め剣、うん、どんどん初めて聞きました、斜めに切り込んでくるみたいな。パンチってまっすぐ出すイメージありますね。拳の位置を変えるだけで肩の入りがまた変わるし、伸び方も変わってくる。誰でもできますね、簡単にできます。右入れた伊藤、また右、伊藤の右の距離、里見の顔面にヒットします。ただね、このラウンドは今里見の距離なんで、はい、今伊藤の右が里見に今かわされてますよね。距離が合ってないですよ、里見の距離なんですよ。伊藤とも触れるとにはなってないという感じ、はい、ここの距離危ないですよ、はい、おお左のフック、伊藤が入れたか、ちょっとこれは引っかかった。ロールを右にヒットします。ワンツーよく狙っています。奥足にローを蹴っていく、そして前足、ローキックも多彩です。右のボディは伊藤、前に詰めていく、そこに左の膝から左のストレート、ストレート2発目、はい、さあここに来てこの距離感というのは佐藤さんどうですか。今は少しまた伊藤が前に出始めて少しいい距離になってきましたね。おがもう目まぐるしく変わってるんですよね。伊藤の右が火を吹きました。面白い、効いています、効いています。さあ、伊藤の右が試合を止めました。伊藤健闘、栄養からも戦っていました。伊藤健闘、最高の勝ち方です。いやー、佐藤さん、はい、伊藤の最後の右あれ狙ってたんですかね。いやいや、あもう距離ともバッチリでしたね。右のオーバー、右フック、右クロスになるのかな、はい、肩をしっかり左に落として急角度からの右のクロスでしたね。やっぱりパワーついてたんですね。あパワーっていうよりもなんか気持ちがすごいですね。前線からやってやるぞっていう覚悟が見えるんですよ。いやー、3連勝中で迎えて1連勝ということになりました。それも J1 のリングで1試合続けて結果を残したという形です。同年代の他のライバルが結構上行ってる中、伊藤選手割とこのくすぶってた時期もあったんで、はい、ここに来てきましたね。そうですね、伊藤健闘、また新たな可能性を感じさせる右クラッシュ王者の里見優月から、最後は右一線でした。古畑さん、はい、最後はもう圧巻でしたね。いや圧巻すぎてちょっとびっくりしちゃったんですけど、はい、いやいきなり来ましたって感じですよね。すごい、クラッシュで苦労して積み上げてきたもの、まあ、この2人リング上に並んで今マイクが聞けそうです。K1 チームのコマンダーチーム浅野の伊藤健闘です。今日は、K1 リブート新しく生まれ変わるということで、僕も今日は生まれ変わらないと終わりだと思ってたんで、今日見に来てくださった皆様、伊藤健闘を覚えて帰ってください。今年中に必ずチャンピオンになるので、またぜひチャンピオンとの対戦よろしくお願いします。いつも応援してくださる皆様、そしてチームの太田代表勝也、チームのみんな本当にありがとうございます。でいつも僕が勝ったり負けたりなんですけど、今日4連勝でもう次はタイトルマッチでいいんじゃないかなと思ってるんで、ぜひ次タイトルマッチよろしくお願いします。いつも応援してくださる皆様本当にありがとうございます。皆様のおかげで続けられてます。この後も新生 K-1 楽しんでいってください。ありがとうございました。タイトルマッチにも挑戦したいという話がありました。この階級の頂点、与座祐希ですね、佐藤さん。いや強いですからね。選手退場、
古畑さん、はい、もうマウスピースもつけたままインタビュー、まだ1試合戦えるぞみたいな感じにも見えましたが、あのなんか余裕ちょっとかっこいいですよね注目したいなって思っちゃいました。はい、まあ、本人もこれで大きな手応え掴んだことでしょう。伊藤健人、クラッシュ王者里見優月を下しています。